青コーナー184センチ 80.25キログラム 184センチメートル 80.25キログラム 海外進出の門番ポーランドのシカーク。ブレイキングダウンアリエ。赤コーナー170センチ 79.65キログラム 170センチメートル 79.65キログラム アンポルキアチャンネルの鉄拳男テーヌ。稲田ガリエ参戦伝承はテル一触即発、はい、さあ60秒間のゴンが鳴ります。ミクルさんはどのあたり注目されますか。テル君の瞬発力がすごいんで速さ、はい、パワーのポーランドの資格です。ユーゴさんの注目点はいかがですか。ポーランドさん、そうですね、お回転力はどうかなと思います、全然テル君の、いやテルの爆発力です。回転力あります。秋山さんはここまでどうご覧になってますか。まだなんかちゃんと噛み合ってないですね、もうちょっと見てみたいですけど。10秒経過、経過、さあポーランドの四角が前に出た、はい、右を振る両拳から膝を入れたポーランドの四角、さあラスト20秒です。さあテル行くか、右ストレートから入る、右を振った、右を振った、足が止まった、脳が揺れているポーランドの四角、なんとか耐えた、あと5秒、4秒、右被弾もらいました。ここで60秒間のゴングが鳴りました。赤テル、ドロー、ドロー、秋山さんもドロー、テルの打撃か、それともポーランドの四角の足技か、さあテルが前に出た、右を振る、右ドロー、ポーランドの四角が追っていく、非常に激しい打撃戦になりました。いや、海作さん、この辺りはメインにふさわしいですね。最高の試合ですね、興奮してます。両者顔から血が流れます。スタミナはどうか、身の量蹴り続けるのはテル、打撃で入っていくのはポーランドの資格です。ここでドロー、青ポーランドドロー、秋山さんもドロー、判定の結果ドローとなりましたので、これより3、さあ30秒間のスタート、気持ちはどちらが強いか、スタミナはどちらか、左へ出た、ポーランドの四角前に出た、右一人に当たった、一発もらったら倒れます。あと15秒を切ります。ポーランドの四角を打撃もらっているはずです。二段しながらも立っています。テルの意地か、これ一応ブレイク、これ決着なるか、再延長の30秒間し、ドロー、朝青ポーランドドロー、秋山さんもドロー、2つの星が交わります。30秒間リング中央、両フック振る、テルはもう捨て身だ、捨て身か、テルはもらっているか、的確に当てていくのがポーランドの資格。さああと15秒です。いや、ユーゴさん、テルも相当スタミナ削られてますね。そうですね、もう結構もう延長からスタミナ切れてるなっていう、ただ3戦全勝3連勝中です。立っている、あ、ダウン取られました、ね、テルがダウン取られています。なんとか立ち上がります。拍手が沸き起こる会場、続けられるか、テル、ここでゴングが鳴り響きました。青ポーランド、青ポーランド、青ポーランド、3人目も青、以上3対0をもちまして勝者ポーランドの資格。6.5 のメインイベント、再再延長の末、ポーランドの資格3対0で勝利しました。テルはこのブレイキングダウンで初めて敗れることになりました。いや、宮迫さん、まさに死闘でしたね。いや、死闘ですね、本当にもう、最後はその体力の積み重ねのね、違いというかスタミナでね、はい、ちょっと勝敗決まっちゃいましたね。そうですね、最後はユーゴさん、ポーランドの資格も冷静でしたね、うん、的確に当てていきました。そうですね、まあ、スタミナとね、技術の差が延長につれてやっぱ出てきちゃったかなと、はい、はい、でもテルさんすごいですね、そうですね、